皆さんおはこんばんちょーです。ポパセです。今日は L175S ムーブカスタムさん、今バラバラにしていってるんですけど、次もちょっと下回りを入っていこうかなということで、最初にね、まあ簡単ですけど動作確認と、まあどんな感じで部品になってるかっていうのを見ていってもらいたいと思います。でまず、まあ、とりあえず乗って、まあ一応乗れるようにはしたんだけど、ね、乗れるよこれぐらい大丈夫よ。乗れるようにはして、え乗れますよ、まだシートあるから。絵は、うん、ブレーキの確認から、うん、ブレーキ踏んで、はい、うん、OK、はい、踏んで、あ、OK、OK、まあ簡単やからな、そのさっとしか、ちょっと待ってな、はい、まあ今のところ音はしてないから、はい、はい、ブレーキ、OK、はい、で、サイド、うん、はい、OK、うん、ブレーキ、はい、サイド、はい、うん、OK、うん、そして上げていきましょうか。まあ、とりあえずタイヤ外して上げていこう。はい、タイヤ外して上げてきました。足回り点検いきます。サビはこんな感じの程度やな、うん、まあ使えるまだ、はい、うん、ブーツは破けてないな。破けてない、はい、うん、ずっとこっちも、これは割れブーツ交換してね、うんうんうん、まあ、カリカリは言ってなかったから大丈夫、はい、まあ、こっち側はちょっと定番でオイルがビュッと、はい、こんな感じです、うん、はい、反対側の内はこんな感じですね。エンドブーツも、まあ、変えてるんか破けてないんだよね、はい、反対側履いてるっぽいけどね、綺麗ですね、めっちゃ。マフラーのサビはまあまあこんなもんやな、はい、前から、うん、後ろずっと、まあ、これよう折れるからな、この、この辺とか、はい、これですね、うん、この肩になってからここ釣ってるやんか、はい、だから折れへん、うん、前の肩はここは釣ってないから、はい、折れてるな、もう絶対折れるな、うん、こんな感じ。テールパイプは変えてるかもからないんかい。ちょっと綺麗ですね、うん、こいつがここら辺腐食するやろ、うん、ずーっと、うん、まあ方針とか、はい、うん、こんな感じですかね、うん、はい、まあ、この辺はもうそんなにバラせへんから、はい、いるんやったらこのこれいるとか先に、あ、連絡なんか、うん、許してくれたら、はい、他はまあこんな感じですね。後ろの、おいしょ、まあ、オートセンサーの、はい、ここ、うん、まあこういう感じで、まあこの辺はもう外すときに、はい、見ていってもらうけど、うん、はい、まあこんな感じですかね、うん、はい、ホイール、で、ホイール、こっちから前から行こうかな、これ、日本前で、まあ、まあ多分中のやつでやってると思うけど、はい、まあこれぐらいかな、まあ、汚れぐらいな、そうですね、ほら、はい、まあまあ、うん、大丈夫ですね。で、後ろ2本です。まあ、後ろは切れますよね、面かな、うん、こっちも、はい、こんな感じですね。ホイールの溝も結構すごいな、後ろは全然いけるやん、後ろは、うん、ほんまや、はい、古いんじゃん、古代か、もうね、18年、はい、サイズがどこか出てて、15565の14です。で、これ前ね、はい、うん、まあ、スペアタイヤとかもあったけど、うん、普通のタイヤは、これ、はい、まあちょっとこれ、再び、うん、前の方はね。これで分かったかな、うん、まあ、分かる人には分かると思う。スペアタイヤは大体年式、うん、新車の時やわ。そっか、そうやね、何年生ですから、ほとんど変えたの見たことない。一人だけはうちのキャプテンな、変えた人、うん、ほんま、こんな感じですね。
ない。あとはだから取り外し動画が部品ごとに、はい、そうですね、やっていくから、はい、まあ、片側しかせえへん場合もあるけど、うん、部品の見せるのは両方、外し方は片方で、うん、見せるのは両方とかでね、か、まあ、ないやつはないやつはこの動画で確認見てもらえたらと思います、うん、ではヤフオクで出品してますので、そちらもよかったら一緒にご覧ください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。